こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして、ヘッポコツーリストのガライラガイでございます。さあ、こちら本日の天候でございます。雲はそこそこありますが、なんとか晴天に、恵まれましたんで、本日もツーリングの方していきたいと思います。で、前々回ぐらいから、古墳群と、あと裏伝説という形で、いろいろと巡ってきたんですけども、今日は古墳群の方行ってみたいと思います。吉備津の方には、結構古墳群がありまして、象山や作山の方もそうなんですけども、こういっちゃなんですけども、あんまりメジャーじゃない、名もなき古墳群たちというようなタイトルになるんでしょうかね。そういった古墳群があるんで、名前がないとは言いながらも名前はあるんですけども、そちらの方に、今日は、行ってみたいと思います。で、今日の目的地は、いつも通りスタート地点は国分寺でございます。ビッチ国分寺ですね。こちらの方から、行ける相撲取山古墳というところに、行ってみたいと思います。あとそろそろ本当に、これ何回か言ってるんですけども、だんだんマイナーなマニアックな遺跡の方に突入してってるんで、地図がもうわからない、というところで結構道に迷ってます。なんで、今日も、すぐ近くにあるみたいなんですけども、もし道に迷うようなことがあったとしても、それはご愛嬌というところで、よろしくお願いいたします。そしたら、相撲取山古墳の方に、行ってみたいと思います。よかったら最後の方まで見てやってください。では準備入ります。だんだん寒くなってエンジンが本当かからなくなってきたんですよね。今日の朝もエンジンかからなくて、ここに来るまでですね、エンジンかからなくて、久々にチョーク引っ張るっていうことがあったんですけど、寒くなるとエンジンかかりにくくなるのは、バイクの差がなんで仕方がないんですけども、ちょっとしんどい時期にだんだん突入してきたかなと思います。当然ですね、エンジン温まってますからね、かかりますけど、朝一、エンジンかからなくなることは多分あると思いますんで、かからなくなった時にはチョークを引っ張るということを忘れないように、でチョークを引っ張ったら、元に戻すということも忘れないようにしてください。では、準備の方が整いましたんで向かっていきたいと思います。よっしゃ。それでは行ってみたいと思います。レッツゴー。
後の信号ですね。結構よく捕まる、部分です。毎回大体捕まってます。で、今日の相撲取山古墳は、まあ、誰がとか今まで行ったその吉備津の茶臼山古墳、あそこはまあ、あの吉備の吉備津彦の命桃太郎さんが祀られてるとか、まあ、あと三大古墳の増山、岡山三大古墳で言えば増山とかあったんですけど、今回のは、まあ、誰が祀られてるとかっていうのはないみたいです。ただ時代が古いということだけが今回のメインになると思います。
現地の方着きました。めっちゃ早かったです。すいません、ツーリングにはなってませんけども、行ってみたいと思います。あ、行ってみたい、場所があと本当合ってるんかな。ザホーですね、角力鳥山古墳。これで相撲鳥山古墳ですか、になるというところですね。場所的にはちょっと動画の方で映るかどうかわからないんですけども、今こうやって写真と、写真動画を撮ってる真ん前に備中国分寺が実は見えます。結構でかく見えます。なんで、距離的にはものすごい近いところにありますので、こちらの方も、まあ、厳しいを回る際には、寄っていただければ非常に面白いんじゃないかなと思います。で、ここにコウモリがあって、ここに作山古墳ですね。はい。で、現在地はここなんで、めっちゃ近いです。うわ、こうして見ると、本当にこれ、名もなき古墳たちがいっぱいあるな。これを、まあ、全部巡るというわけにはいかないんで、一応厳しいという部分で検索したら出てくる観光地というところだけで、行きたいかなと思います。はい、というところで、ツーリング編の方は、これで、終了したいと思います。もし厳しいに来られる方がいらっしゃいましたら、ぜひとも寄ってみてください。相撲鳥山古墳の方の紹介については、ウォーキング編の方で、いたしますので、よかったらそちらの方も見てやってください。最後までありがご視聴くださいましてありがとうございます。次の動画もまたよろしくお願いします。それではバイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。PC の方は画面の真ん中にボタンがあるのでそちらをクリック。スマホの方は下の方に赤いボタンがあるので登録よろしくお願いします。それではまたのご視聴をお待ちしております。